長辻ご兄弟の皆様、こんにちは。デフェアな世界を広島から、国政佐藤修一、本日は、この、長辻駅前におきまして、少々お訴えをさせていただきます。最後まで、ご協力よろしくお願い申し上げます。皆さん、今の安倍総理のまさに政治の私物化、国家の私物化という状態で、どのようにご覧になっておられるでしょうか。加計学園の問題、森友学園に始まり、加計学園の問題、そしてさらには安倍総理の側近の山口紀之容疑者、TBS の元大物ジャーナリストで政治解説でも皆さんもおなじみの山口紀之容疑者が、女性に乱暴したにもかかわらず逮捕状が握りつぶされるという事件も起きております。そうした総理と近しいというだけで何をしても逮捕されない、そういった今の、日本の状態、そして総理と近いというだけで非常に難しい大学の認可、そしてまた土地や補助金をもらえる、そういった仕組み、そういったあり方、まさに安倍総理とそしてその周辺の人たちによる権力の私物化と言わざるを得ないのではないでしょうか。加計学園の問題、もはや忖度というレベルの問題ではありません。圧力という生やしいレベルでもありません。今治市の文書がありました。そこには総理主導で進めるというふうになっております。まさに総理が主導して総理のお友達の便宜を図るという話でございます。まあ、そもそも本当に注意が不足しているのかという問題があります。確かに公務員の獣医さん、鳥インフルエンザに対応するような獣医さん、足りないという実態も話もあります。しかしその原因は獣医学部が足りないからではないと思います。むしろ公務員の獣医の待遇があまりにも悪すぎる、こういった問題があるのではないでしょうか。公務員の獣医の人の待遇が低すぎるので、結局アホらしくてペットショップ、そういったところに獣医さんが流れている、そういった構造を改めない限りは、いくら獣医学部を増やしたところで公務員の獣医の不足は、例えば鳥インフルエンザとか、あるいは家畜の交通機の問題に対応する、獣医さんは増えないということになるのではないかと思います。公務員の獣医を増やすには公務員の獣医の待遇を上げると、これは簡単な方法です。周りくどく獣医学校を増設する、そんなことをしても公務員の獣医の待遇が悪ければ卒業生は公務員にはならない、結局は税金の無駄遣いではないかと思いますが、皆さんいかがでしょうか。まあ、そもそもこの問題は結局はある時期以降、特に21世紀に入ってからは、例えば公務員をぶっ叩けば日本は良くなる、大阪は良くなる、こんなことを言って票をたくさん取る政治家が
多くいたと。そういったことから政治家たちも公務員の従位の待遇を増やすという発想がなかったと、まあ、そういった問題もあるのではないかと思います。私たち、有権者の側も公務員さえ叩けば日本は良くなる、大阪は良くなる、そういった政治家にはちょっと前を唾をつけ冷静に考える。公務員の注意、こういったところが不足しているのであれば適切に待遇を上げていく、あるいは保育士の不足があるというなら保育士の待遇を上げていく、そういった冷静な対応が必要ではないかと思います。一律に公務員はけしからぬ、公務員さえぶっ叩けば日本は良くなる、大阪は良くなる、こういった政治家に洗脳され続けていてはかえって日本も身近な大阪もここで今広島身近な自治体も良くならないと、それが今回の家計学園問題の教訓ではないか、獣医学部を増設するというとんちんかんな回答にはならなかったと私は思うわけであります。そしてまたこのいわゆる国家戦略特区、これそのものが憲法違反であります。日本国憲法ではある特定の自治体に特別のルールを設けるときには住民投票を経て国会は法律を制定しなければならないと定めてあります。今回の家計学園国家戦略特区、獣医学部、今治市の住民投票も経ておりません、国会の決議も経ておりません、20代目で憲法違反であります。まあ、そもそも総理の独裁的指導で規制を緩和できるようにしたということが大間違いのもとであります。この国家戦略特区の 法律そのものを廃止するということも必要ではないかと思います。まあ、そのためにも今回の事件の真相は明らかにしなければならない。そのためにも前川喜平前、文部科学事務次官、国会に出て証人喚問に応じるとおっしゃっているわけですから、しっかりと証人喚問してお話を伺うということでよろしいのではないかと思うわけで、真相究明なくして共謀罪、審議というものをなしと、安倍総理が提出する法案の審議はないと、このことを断固として野党が示せば私佐藤秀一、しっかりと応援してまいりたいと思うわけであります。ここで平賀世界を広島から北西佐藤秀一でございます。今朝はアメリカのトランプ大統領がパリ議定書、気候変動防止のパリ議定書を離脱するということも大きな事件として報道されております。トランプ大統領が分かって、こういったものに対してもしっかり
ね、国際的な要素を見ております。ロシアのプーチン大統領は北方領土が日本に帰ってきた場合に北方領土に米軍基地が作られるのではないか、まあ、日本はアメリカの言いなりですから米軍基地が作られる、そのことを非常に懸念しておるわけであります。結局のところアメリカにべったりということをしすぎると北方領土もロシアとしても体操にも返せないと、まあ、そういった、状態になっている、何もかもがうまくいかなくなっているということもしっかりと、認識をしていかなければならないのではないかと思います。まあ、もちろん今までの、トランプさん以前のアメリカや今のヨーロッパがいいというわけでももちろんありません。こういった国々が例えばシリアやそういったイスラムの国々で空爆をしまくってきた、まあ、そういったことがテロの背景になっているということもまずしっかりと反省していただかなければならないと思います。テロ対策というときこういったいわゆるキリスト教の国々がイスラムの人たちを殺してきたということの背景も抑えなければならない。共謀罪、共謀罪とテロ等準備罪と前のめりになる前にしっかりとそのことを考えなければならないのではないかというわけであります。ですが日本の隊は今まで自衛隊がイスラムの人たちを幸い殺してはいないわけでありますから、そういったことも考えながら今後やはり絶対に戦争はしないと、そういったことを貫くということがまず大事ではないか、そのことも訴えをいたしましてこの長筋でのお訴えとさせていただきます。6月4日日曜日10時原爆ドーム前におきまして共謀罪廃案、そして安倍政権打倒、この集会とそしてデモ行進が行われます。14時原爆ドーム前6月4日日曜日でございます。東華さん等でお出かけの方もおられると思いますが少しでも覗いていただければ幸いでございます。ご通行中の皆様、そして中筋ご町内の皆様、銀行をご利用の皆様、最後までご清聴ご協力誠にありがとうございました。